病気の人とどう接していいか分かりません。精神科医樺沢ショーンのカバチャンネル、質問いただきました。治らない病気で落ち込んでいる人に会います。励ましは負担になるとも聞きます。何かしてあげたいのですが思いつきません。読者の HM さんからのメッセージをいただきました。まあ、実際こういうことっていうのはよくあると思いますね。友達が入院したとかですね、あるいはメンタル疾患、うつ病になったとかですね、そういうことっていうのは実際によくあることだと思います。まあそういう人にお見舞いに行ったり、あるいはそういう人と話すことがあった時にどういう言葉をかけていいかわからない。特にうつ病なんかの場合、下手に励ましてよくないよというようなことも言われたりするので、じゃあなんて言っていいのかわからないということですね。まあ、確かにこれは非常に困ります。私が患者さんなんかと話しても非常に困る場合もある。なかなか良くならない患者さんにどんな言葉をかけたらいいのかっていうですね、結論から言いますとですね、皆様方がどんな言葉をかけてもですね、大して影響はありませんのであんまり心配しなくてもいいんですよっていうことなんですけども、実は言葉っていうのはあんまり意味がないんですね。言葉っていうのはすごく意味があるようでいて意味がないのですね。実は私たちはノンバーバルって言って、非言語的なメッセージ、非言語的なコミュニケーションによってメッセージを伝えているのですね。重要なのはですね、寄り添うっていうことなんです。非常に病気の人に対して寄り添う姿勢を見せているかどうかってことなんですね。だから言葉を喋らなくてもですね、例えばお見舞いに行った時にですね、枕元にいてですね、温かな雰囲気で座っていればですね、その人はあ、わざわざ来てくれてありがとうというふうに思うわけですよ。余計なことをいろいろ喋ったりする必要っていうのは私はないと思うんですね。そういう寄り添う気持ちっていうのは非常に重要で、そういう気持ちが持てればですね、まあ、自然な言葉っていうのが出てくると思うので、まずそういう寄り添うっていうことの重要性ってことを考えた方がいいですね。その人に対して何か言葉を発したり、何か励ますことを言うことはマイナスになることもあるし、プラスにもあんまりならないです。病気で悩んでる人は他の人の言ってることなんて聞きませんからね。でもその人がお見舞いに来てくれた事実っていうのは記憶に残るわけですよ。何言ってたかまで覚えちゃいないけど、そういう人が何人かいる。自分が苦しい時にお見舞いに来てね、傍らで佇んでくれた人がいるっていうことは、その人に対して非常に大きな励みになりますから、皆さんがどういう言葉を発するかっていうことよりは、皆さんがそういう寄り添う態度でですね、温かい気持ちで一緒にいる時も、あるいはいない時もですね、時々メールやメッセージなんか送ったりしてね、そういう寄り添う感情を見せてるかどうかってことが非常にその相手に対して癒しの効果を発揮する可能性があります。ということでね、寄り添ってればいいんだなっていう。逆に例えば老人の介護とかをしてて、私はこの人のために何もできてないんじゃないかとか言って自分で自分を責めてる方とかいるんですけど、そんなことはなくて、その人は非常に寄り添っているので、非常に相手の助けになってるはずなんですよね。だからこの寄り添い感っていうのを意識するといいし、それが相手に伝わった時に非常に大きな癒しになるんじゃないかなというふうに私は思っています。精神科医樺沢詩音のカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。